次に進みます。日程第2、市長から追加議案が提出されておりますので、議案に対する説明を受けることとします。議案第18号を議題といたします。件名はお配りの議事日程に記載してあるとおりであります。これより議案について説明を求めます。石坂副市長。石坂副市長、ご指名をいただきましたので、本議会に追加議案としてご提案いたしました議案につきまして、その概要をご説明いたします。追加議案は予算案件1件でございます。なお、内容につきましては、議案及び議案関係資料に申し上げてありますので、簡潔に申し上げます。議案第18号、令和6年度塩尻市一般会計補正予算第3号につきましては、歳入歳出ともに1億1600万円を増額し、予算総額を322億2316万4000円とするものです。歳出につきましては、商工費では自動運転の実証走行等を行うための国の補助金が採択されたことに伴い、塩尻型マース構築事業を増額するものです。教育費では、来月フランス・パリで開催されるオリンピックに柔道のカナダ代表として出場することが見込まれる本市出身の出口クリスタ選手及び出口ケリー選手の壮行会等を実施するための負担金として市民スポーツ振興事業を増額するものです。災害復旧費では、去る5月28日の大雨により被災した市道の復旧に伴い、市単道路橋梁施設災害復旧費を増額するものです。歳入につきましては、国庫支出金、繰入れ金及び私債を増額するものです。以上が追加議案の概要であります。何卒よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。私からは以上です。この際、議案調査のため、11時50分まで休憩いたします。なお、議案質疑のある方は、11時45分までお願いいたします。所定の文書により、11時45分までに提出お願いします。再開いたします。日程第3、これより各議案に対する質疑を行います。議案第1号から第18号までのうち、第14号を除いた17件及び報告第1号から第15号までの15件の計32件を一括して議題といたします。この際申し上げます、担当委員会に属する部分については、なるべく質疑をご遠慮願い、議事進行にご協力をお願いいたします。議案第1号から第18号までのうち、第14号を除いた17件について一括して質疑を行います。発言の通告はありませんが、よろしいでしょうか。ないので、以上で各議案に対する質疑を終結します。この際申し上げます、議案第1号から第18号までのうち、議案第14号を除いた17件はお配りしてあります委員会付託案件表のとおり、それぞれの担当委員会に付託いたします。次に進みます。お諮りいたします。報告第1号から第15号までの15件は日程を変更し、
即決したいが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、報告第1号から第15号までの15件は一括、即決することに決定いたしました。報告第1号から第15号までの15件について一括質疑を行います。発言の通告はありませんが、よろしいでしょうか。ないので質疑を終わります。討論を行います。ありませんか。ないので討論を終わります。お諮りいたします。報告第1号および第2号の2件については、原案のとおり、承認することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって報告第1号および第2号の2件については、原案のとおり承認することに決しました。次に報告第3号から第15号までの13件は議決案件ではありませんので、以上により、報告を受けたこととして処理をいたします。日程第4、これより請願の審査を行います。請願第1号から第4号までの4件を一括して議題といたします。件名および請願用紙についてはお配りしてあります請願文書表の記載にあるとおりであります。請願第1号から第3号までの3件について一括して紹介議員に補足説明を求めます。14番篠原俊博議員。ご指名がございましたので、請願第1号から第3号までご説明を申し上げます。まず請願第1号、さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書、採択を求める請願についてであります。国の制度といたしましては、従来の40人学級はようやく来年2025年度から小学校は35人学級が、実現するということになっております。しかし中学校はいまだに40人のまま、また福祉学級の学級定員は16人のままということでございます。まあ、幸い長野県を含みます、多くの県では実質30人学級体制が進み、福祉学級の学級定員も、小中、全学年8人を実現を、試しておりますが、学級定員を定める国の法律、いわゆる義務標準法、これの裏付けがないため、過配の財政負担が大きくなっているというのが実情でございます。学校現場では、教員の残業問題が大きな話題となっていますように、教員への負担は増すばかりでありまして、ひいては子どもたちへの影響が及ぶということになります。早急に30人学級を実現するなど、さらなる少人数学級推進と、抜本的な教職員定数の改善、これが不可欠であるということで、本請願は以上のような理由から、さらなる少人数学級推進と福祉学級の学級定員を引き下げるために、国会および政府宛に意見書の提出を求めるものであります。続いて請願第2号、僻地教育振興法に鑑み、逆だったな、それ、ちょっと逆だ、逆、ちょっと。1がね、初人数じゃなくて、2が初人数、今、あ、そう、これは失礼をいたしました、私、僻地の方が1。あ、そうですか。あ、それでは訂正を、させていただきます。ただいま申し上げましたのが第2号ということで、これから申し上げます、請願第1号、こちらに、訂正をさせていただきますが、請願第1号、
僻地教育振興法に鑑み、僻地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを長野県知事に求める請願につきまして、補足説明を申し上げます。教員に支給される僻地手当の月額は、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定めるとされております。その文部科学省令で定める基準は、適用人数の多い一級地で見ますと、給料月額の 8% でありますが、長野県は18年前、2006年度より、この基準 8% の8分の1に過ぎない 1% にするなど、大幅な減額を当時しておりまして、これは未だに回復されておりません。その結果、標準支給をしている近隣他県と比べますと、1人当たりの年収で30万円近く差がついているということでありまして、県の教員採用で志願者が減少していることがニュースになっておりますが、県の教員採用でその一因となっていることは疑いようもなく、また県境地域ではこういう賃金格差から、実際隣県への人材流出が起きているとも言われております。この賃金格差問題については県人事委員会も具体的に指摘をしているところであります。僻地手当の原資は基準に基づいて国から県に交付されていることから、現在の実態は理不尽と言わざるを得ません。本請願は以上のような理由から僻地手当の支給率を以前の水準に戻すために、長野県知事、長野県議会議長宛に意見書の提出を求めるものであります。続きまして請願第3号、義務教育費国庫負担制度の堅持拡充を求める請願について、補足説明を申し上げます。義務教育費国庫負担制度は、2006年平成18年に国庫負担率がそれまでの2分の1から3分の1に下げられました。そのまま現在に至っているということであります。先ほどの、請願事項、学級定員の引き下げや教員の給与水準の確保のためには財源が必要であります。教員の加配や処遇改善を自治体単独で行うところももちろんありますが、公教育で、自治体間の格差が生じることは大きな問題であります。本来は国の責任で行うべき義務教育水準の確保は憲法の要請するところでもあります。そのために義務教育国庫負担制度は堅持をし、引き下げられたままの国庫負担率を2分の1に戻すために、国会及び政府宛てに意見書の提出を求めるというものでございます。以上3件の請願につきまして、全議員のご賛同を賜りますようお願い申し上げて補足説明といたします。以上です。次に請願第4号について紹介議員に補足説明を求めます。9番樋口千代子議員。樋口千代子議員。ご指名がございましたので、紹介議員を代表して、請願6月第4号女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める請願につきまして、補足説明を申し上げます。1979年に第34回国連総会において、あらゆる分野で女性が性に基づく差別を受けない権利と、平等の権利を保障する女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約が採択され、日本がこの条約を1985年に批准してから39年が経過いたします。ここですみません、女性と女子の使い分けをしておりますが、この時代に日本の公式訳文は女子になっておりまして、1990年代に女子から初めて女性に言い方が変わっております。
さらに1999年には条約の実効性を強化し、女性が抱える問題を解決するため、女性差別撤廃条約選択議定書が国連総会で決議採択され、2024年現在、条約批准189カ国中115カ国が選定議定書を批准していますが、日本はまだこれを批准していない状況であります。世界経済フォーラムは今月12日、世界の男女格差の状況をまとめた2024年版ジェンダーギャップ報告書を発表しました。日本は調査対象となった146カ国のうち118位と、前年の125位からは改善されましたが、主要7カ国では最下位となっています。2020年12月に閣議決定された国の第5次男女共同参画基本計画では、諸外国のジェンダー平等に向けた取り組みのスピード感は速く、我が国は国際的にも大きな差を広げられている。まずは諸外国の水準に追いつけるよう、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進めるとしながら、批准しないまま今日に至っている状況です。本件、女性差別撤廃条約選定議定書の批准を求める請願の提出者は、平和、人権、環境、塩尻市民会議という市民団体であり、紹介議員には本、市議会、3人の女性議員全員が、それぞれ党派は違いますが、超党派で一致して紹介議員となりました。本議会におかれましても、文字通り性別や党派を超えて、全議員の賛同を賜り、我が国国民の女性差別撤廃に取り組む本気度を国際社会に対して示すためにも、可及的速やかに諸課題を乗り越え、同議定書を批准されるよう、国会及び政府に意見書の提出をしていただけるようお願い申し上げ、紹介議員の補足説明といたします。質疑を行います。ありませんか。ないので、請願第1号から第4号までの4件はお配りしてあります。委員会付託案件表の通り、担当委員会に付託いたします。以上により、本日の日程はすべて終了いたしました。よって、本日の本会議はこれにて散会といたします。誠にお疲れ様でございました。